はい、こんにちは、グランピーです。とチャリアンドゴの T シャツいいですまだいっぱいあります今日はパタゴニアも入荷してるんで、ぜひ今週末はグランピーということで、前回また彼と一緒に喋ったんですけど、今回も中古のサーリーのクランパスが入庫して、それをまあ買ったお客さんがグランピーペイントをしたんで、それの紹介をします。まずじゃあ今回の特徴がこのちょっと色が変わっている部分なんですけど、これって実際塗るのって難しいですか？これはこれも一発勝負なんで難しいですなんか説得力がない。いや本当ですよ僕苦労してるんですからもうお客さんの指定でこのボトルケージの穴のところでできるだけ揃うようにっていうので、グラデーション入れてます。で、前回 の, オールシティのグラデーションもあったと思うんですけど、あれとはちょっと塗料の質が違いまして、こっち普通の塗料でやってます。前のやつは、キャンディー系の透け感が強いやつでやってるんで、あんな感じの雰囲気になります。普通のやつでやるとこんな感じになります。これ僕気になったんですけど、例えばマットじゃないですか、マットじゃないとマットじゃないのもできるんですか？それはですね、難しいっす。難しいのできるのか、できるかできないかで言えば、できないっすね。できないっす。できるって言えばいいのに、できないっす。何ができないんですか？この粒子と同じ位置にクリア、艶が来ないと思うんで、なんか複雑にこう、それでいいんならいいっすけど、気持ちよくいかないと。じゃあ人間関係みたいに僕とタケちゃんが合わないような感じの、ここからもうクリアみたいな感じクリア、なるほど。そしたらちなみにこのペイントはこれいくらですか？これはですね、通常価格で25,000円です。その内訳教えてください。内訳今回こっち黒だったんで調色なしってことで、でグラデーションの金額はプラスアップチャージ5,000円なんで。5000円でいいんですか？もっと取った方がいいんじゃないですか？いや、5,000円で あそこと同じです言わないですけどあそこと同じです。いやでもグランピーペイントは結構その品質がいい割にちょっと安いと思うんで、やっぱ今後ちょっと5倍ぐらいにした方がいいんじゃないですか僕の腕がもっともっと上がったらもうバーンってありますねすいませんちょっと面白くなったですでこれがだから納期が約2週間ぐらいで、で今回これ中古の部品を全部使ったんですけど、そんなに中古感がないっていうか、前のオーナーの人も良かった、僕らの中古の買い取りのお客さんみんないいお客さんで、状態がいい自転車しかないんですけど、状態がいい、タイヤはちょっと汚れてますけど、あとこれ実際耐久性ってどうですか？マットとマットじゃないやつ その耐久性、なんか例えばこう石が当たったら剥がれやすいってどっちがあるんですか？ほとんど変わらないんですけど、マットの方が艶消しするためのものを混ぜてるんで、不純物がちょっと入ってる感じなんで、ちょっと弱いかなってぐらいで、そんな変わらないですただワックスとか塗っちゃうと喋、り方がじゃないからそんな変わらないですってことで、そんなに変わらないですで、ワックスとか塗っちゃうと艶出ちゃったりするんで、そういうところだけ気をつければ全然。でお客さんが例えばマットのこれペイントした時の、その綺麗にする方法って何かあるんですか？ゴシゴシ磨いたりしないとか。今来ました、呼びます。よしよしっていうかこの車間違いですね、これは。いや、そこに来たんだけど駐車場はない、駐車場は、このマンションの向こうになるんですね。で名前がグランピーって書いてあるんですけど、そこもし埋まってたらもう近隣のコインパーキングを多分これ出れないかもしれない、バックおお。で何でしたっけ、戻ります。マットが強いかどうか。あ、そうか、マットのそのやり方だから普通にだから空拭きでいいってことですか？そうですね、空拭き、そうですね。で洗う時とかも泡で洗うみたいな感じで優しく洗ってください。泡でこう、いや、泡で洗うのと泡洗浄みたいなをしろと。いや、綺麗にしたいんだったらしてください。
綺麗にしたいでしょそれみんな。じゃあ、泡でやる場合はだから今お店に売ってあるワコーズのマルチフォーミングクリーナーってあるんで、あれでもいいですか。あれがいいと思います。あれがいいそうです、はい、じゃあまとめます、今回は中古のクランパスのを買ってもらったのを、グランピーペイントしました。これが2万、まあ、5、6000円ぐらいで、納期が2週間ぐらいで、でマットの塗装なん でマットをもし綺麗にする場合はワコーズのマルチフォーミングクリーナーを買ってくださいということです。で終わります。なんか言いたいことあったら。あ、まあ、そうですね、まあ、グラデーション結構今回暗い色なんですけど、まあ、ギャップとか作っても面白いかなと思いますね。ギャップってどういうギャップですか。まあ、今回暗い同士なんですけど、まあ、ちょっと違う感じの、まあ、ちょっと暗いのと明るいのを混ぜるとか、そういうなんか組み合わせでも楽しいかなっていう思います。じゃあそういう、じゃあ楽しいペイントお待ちしてます。じゃあ終わります。すいませんってもうズボンが汚い。